立場で考えるとなると、他の人の選考をとかにちょっと公開するって言ったら人数がこう増えていく、まあ、現実的じゃないからね、だからその中何パーセントで公開するとかも意味不明ですよ、ね、だからもっと低い情報でいいが出るんだったら、だから集約できるようなインデックスみたいなことかっていうのが考えられるかなっていうのもあるかもしれない、うん、一つにはだからその情報が見えた途端になんかこうストラテジックなことをみんなやり始めちゃってパフォーマンスがガクッと落ちちゃってってことがあるっていうことです、人数が少ないからですよね、うん、あの5人だから、うん、なので300人とかと思ったらどうしようかって感じですよね、うん、だからちょっとなんかせっかく その情報の設定がなんかできなかったような感じがしてますね、うん、さっきから議論になってて、ね、この情報の設定と多分同じかより以上に重要なのはポリシーレコメンデーションがあるかっていうのねすごく重要ですよね、うん、で実際さっきミネソタストラテジーっていうのがあるって、そういうレコメンデーションしてるわけよ、はい、してるっていうふうに書いてありますね、違うメカニズム、違うメカニズム、ボストンメカニズムでやってる、ファーストあのそのファーストチョイスに対するウェイトが大きくなるので、うん、あのまあ、そこは第一希望をちゃんと書いておきなさい、ただからそれ外れちゃうと、うん、もうだからあのいきなりどんどんこう第2第3こうどんどんどんこうやっていっちゃうから、そこはちょっとまあ安全策で書くのが望ましいよっていうなんかマレコメンデーション、それがそういうさレコメンデーションするといいのかどうかっていうのが結構重要ですよね、そういう実験実際のそういうの政策では、うん、この2つの論文をね読んでもらって、一番感心したのはね、もうどういうその均衡外行動するか大体分かったっていうことでそれをもっと有効に使った方がいいような気がする、うん、これを実験で大事でね、なんか、まあ、あとリコメンだからこのねこっちのグループでどう言ってやるかなんですけど、やっぱり自己的な満足が一番大事だと思いますね、やってから、あでもこのだから情報の場合は特にその終わった後、実は他の人のプレファーがこうだったんですけど、研究者とかどう思うかですよね、うん、あそこは見えちゃってるわけですよね、うんうん、分かったらどうだけど、もともとパレートエフィシェンシーって言ったときにはオーディナルな概念だから、そのオーディナルなユーティリティをやってエフィシェンシーを強化するっていうこととどのくらい距離があるか、うん、そうですぐ、ね、なんかランダムアサインメントとかそういうことを考えてるっていうから、うん、そういうことに関係あるんでしょうけど、そうですね、まあ、あれですね、だからメカニズムの投票する実験をやりたいね、うん、プレイさせてみてどれがいいかっていう、流行ってですねあのそういうのは他のパブリックスとかでもその、うん、はい、パニシメントをする制度の投票デザインいくつか候補あるので、これ1個目の論文はそれぞれ その、実験のセットアップで1人の被験者あたり1個しかプレイさせれないわけですよね、2個目の論文はどうなん、2個目の論文も同じ、2個目の論文も同じだと思います、じゃあ複数のメカニズムをプレイはさせてないですね、そこね、それと比較したわけなんですよ、それは気にするんですけどね、だから顧客満足最大化する被験者から選んでやりましたみたいな適当なことです、いや自己的な満足とおっしゃった場合に、そのスタビリティみたいな概念の、まあ、そのなんていうんですか ね、これで言えば、例えば区であれば区全体のグローバルな概念なわけですよね、ただ実際にその自己的に見える範囲ということで言うと、例えば実際に自分が行った学校と近所、例えば学区内の人たちがどういうところに行ったかっていうのだけが見える、うんうん、そうそう、まあ、そこの範囲での塩ビみたいなものを考えるとかっていうことができるわけです、うんうん、あとエージェント間にネットワークみたいなのを入れて友達関係がなんとなくこう分かるとかね、オーバーしちゃいました。
のね、プロジェクトの方向性としてそういうその実際にこう政策提言するという目的に沿って好ましい研究とアカデミックにはやった方がいい研究ってやっぱりちょっと分かれる部分もあるかなとはちょっとそれはありがたいと思いますね。これバランスが大事ですね。だから多分だからそうか、この後半の実験だとステータスクオーとしての学区内でしか行けないので少し学区は必要になるんですかよね。それの比較はないですね。やっぱりですね、それはでも大事なことなので、こういうふうに変わったらこんなに良くなりました。そうですね、やっぱりね、実務家にアピールする際も重要ですね。現行制度の比較そういう意味で言うと、今回の初回の勉強会で一応、まあ、理論的な出発点と、あと実験結果をおさらいして、で次回と2回目、3回目は現実 の、 そのアメリカで起こった制度変更の話を割と詳しく見ていこうと思って、次回が成田君でボストンの制度変更、で3回目が友達のニューヨークの制度変更、まあ、基本的に同じようなことでやってるんですけど、微妙にその学校側がプライオリティに関してどこまで採用を持てるかとかで違うんで、少し扱っている理論的な焦点も違う。まあ、両方じっくり見ていこうと思います。裁量も大事ですね。学校裁量、日本だと現状では裁量はほとんどないんですよ。ないですね。あと僕自身も確認してないんですけど、定員の数とかってあれどういうふうに決められるか知っているのか。定員は学校ごとに決めてるはずです。あ、じゃあそこはあるわけですね。というのと、あとは基本的に多分学校選択制から離脱することはできるようになってるじゃないかと思うんです。ちょっとそこは実際の政治的にどう決まってるのかわからないんですけど、一部の学校だけについて学校選択制適用するっていう制度は多くあるので、あとその学校の中でその定員のうち何割は選択制で入れるんだけど、何割はもう学校からというふうにはやらない。学校としての全体の定員を決めて、で学区内の人たちのために確保しておく部分っていうのを先に確定してしまって、その余りの部分を学区選択に回すっていう、そういう感じだから、そういった意味では、今回解説したどのメカニズムとも割と日本のメカニズムは違っていて、そのここボストンにしてもゲルシャープにしても TDC にしてもそれぞれの学校が全体のクオータっていうのを持ってるんですけど、日本では違って学区内の人は行こうと思えばもう確実に入れますと。でもね、学区外から何人入れるかってところに対してクオーターを持ってるんですね。でそういう形で日本の学校選択制というのは微妙に違う、うん、であとはもう少し、補足すると、そもそも日本の場合は、まあ、ほとんどの、自治体でやられている方法としては、まず自分 の、 その通学区域、オリジナルの、学区の学校に行くかどうかっていうのを決めて、でも自分の通学できないところでいいっていう場合にはそこに行って終わりと。で、もしも通学じゃなくて外の、別の学校に行きたいという場合には一つだけリストを出せるんですよ。どこに行きたいですっていうリストを出して、で、その学区外からの受け入れ定員数っていうのは各学校決まってるんで、その人数に収まってれば希望を出した人たちはみんな行けると。一方で人数を超えた場合は抽選をして、でうまく収まれば、まあ申告した。